つまり正木先生はあのカレンダーをあそこまで破ってこられますと後を破ることをやめられたのです。それはまたなぜ？正木先生はあの翌日亡くなられたのです。しかもちょうど1年前に斉藤先生が溺死を遂げられた箱崎水族館裏の同じところで投身自殺をされたのです。青天の霹靂とでも形容しようか、何とも言いようのない奇妙な驚きに打たれた私はこの時何かしら一種の叫び声を上げたように思う。そうしてやっと気を落ち着けた時には上言のように口を動かしていたように思う。正木先生が自殺？その声が自分の耳に入ると私はまた自分の耳を疑った。正木先生のような偉大な達人とも言うべき人が自殺する、そんなことが果たしてありえようか。